新規様は特に必見です。エロゲのヒロインたちが繰り広げる可愛いシーンや突っ込みシーンなどの見どころシーンを下のように切り抜き動画として多数 YouTube ショートにて公開しています。下の動画やショートの再生リストは概要欄にありますので、ぜひそちらからいらっしゃいませ。そこで興味を持ってくださった方がいましたら本編動画も楽しんでいただければなと思います。それでは皆様お待たせいたしました。本編スタートです。ですから私とお付き合いしてくださいあすごく勇気のいる行動だってよくわかるよ、サヤリ。頑張って。ごめん、クニさん。あー、運命変わらず。<laughs> きつい、これは。こんな冒頭からサヤリの悲しそうな表情を見るの嫌なんだけど。 ちょっとそこら辺の理由ちゃんと明確にしてほしいね。サイリとしてもあくまで俺の個人的な事情で今は誰かと付き合ったりするのは難しいんだ。そうなんですか。 ちょっとその言い方だとね、なんかやんわりと君のことが嫌いだから振ったみたいな感じになっちゃうもんね。なんか相手を傷つけないように言葉選んで振ったみたいな感じになってるから、詳しいことは言えないけど、俺にも色々事情があって。でもその言い方ずるいよね、本当に。もうそれさ、相手のこと好きだろうが嫌いだろうがその理由言っちゃえば触れるもんな。なんかもうちょっとサイリのことすごく可愛いと思ってるし、付き合いたいとも思ってるけど、こういう理由があったねっていう具体的なあれが欲しいよね。気持ちは本当に嬉しいけど、ごめん。今は無理だ。 ですかああ、辛い。<laughs> サイリーが体調悪い顔してる <laughs>。目もこれ以上開かないんじゃないか今後一生辛い恋症を負ったね、告白で。告白曲調にならないから心配だわ、サイリーが。わかりました。正直に答えてくれてありがとうございます。ここでお礼が言えるの、サイリーやっぱいい子だよな。もう本当に主人公、選択を間違えたんじゃないかそんなセックスだけが恋人の形じゃねえからさ。<laughs> 別に ED 化しても下場にデート行けるじちゃう <laughs>。 <laughs> そんな風に言われたら諦めるしかないと思いますあんまり言ってもお兄さんを困らせてしまうだけでしょうからもう相手にまで配慮してねさゆりめっちゃいい子なんだけどなそれめっちゃわかるんだけどなそれめっちゃ伝わってくるんだけどな <laughs> おい誰だ誰がいけないんだゆずソフトさんに文句を言えばいいのか俺は はあ悔しい。こんなにいい子を傷つけるなんて、本当に、こんな状況じゃなかったら。ね。別に嫌いなんてことないもんね。仕方がないみたいな感じだもんね。でも、お兄さんに、一つだけお願いがあります。せめて、それだけでも、聞いてもらえませんかなんだろう。え急に <laughs> なんか、さりげはめっちゃむずいよね。告白して振られた時って思ってたけど、なんかお願いを提示してくると、そんなケースあるんだね。三国さんのお願いってはい、せめてもの思い出に。 お兄さんとの子供が欲しいです。なんで <laughs> 順序逆なのよ。いや別に、逆ってこともなかったけどさ、告白して振られたからっていうので、でもなんで告白以上のものを用意してきてんの <laughs> そっか、子供か、するくらいなら。え <laughs> えだよね <laughs>。ふった相手からまさか付き合って欲しい以上のお願い来ると思わんよな。え、セフレになって欲しいってことサエリー。ーなんか意外と遊び人なんだね。え え <laughs> いや、だこっちが絵なんだわ <laughs>。なんでそんな、お前キョトンとしてんのって顔してんのお前がキョトンとすんだよ。あの、ごめん、クニさん。俺の耳か脳がバグったのかなあー、ちょっと後遺症というかね、前世帰りで、ここ最近天使とかも現れたし、バグり続けてきたからオーバーヒートしちゃったのかもしんない。なんなら文章を起こしてるユズソフトさんも、ちょっとオーバーヒートしちゃって、間違えて文章言っち,ちゃったかもしんない。もう一回聞こう。本当にそう聞こえたから確認するだけで、セクハラするつもりは全然ないんだけど <laughs>。確かに <laughs>。 これで聞き返したら、サイリが、え、セかラやめてくださいよとか言ってきたら本当にハタ達したいね <laughs>。今、子供が欲しいとかって言ったはい、言いました。言ったんだ。<laughs> 言ったよな、それは。私、お兄さんとの子供が欲しいです。これで言うとあれなんですかサイリの狙いって、主人公とお付き合いするっていうのは、もう家庭でしかなくて、単純に子供が欲しいってだけ。<laughs> ただ子供欲しいっていきなり言うと断られるかもしんないから付き合うっていうちょっとやんわりとしたお願いから入ったってことかな。セックスしたいんです。おい、やめろ <laughs> サイリーの口からセックスって聞きたくないわ。なんかもうちょっと可愛いこと言って。はいよかった。受け入れてもらえるんですね。お前の脳内がバグってたのか <laughs>。どこに受け入れている要素があった今。はいって聞き返しただけだわ。違う。今のは意味がわからなくて漏れた恋というか <laughs>、そういうことが <laughs>。 はいってイエスだと思ったんだね。難しいね、ここら辺日本語は。すすごく単純なことを言ってるつもりですけどま、そうだね。言葉は単純なんだけど、意味がすごく複雑なんだわ。意図とかいろいろ考えたいわけよ、こっちは。好きな人ののもりを私の体でで感じたいんです声に出して言われたい日本語。第一位、好きな人のぬくもりを感じたい。あ、そうなのそれ1位なの <laughs> ちょっとかわいすぎないもうちょっと言われたいことあるんじゃない中に出してとか。心臓が大きく跳ねた。体温はイヤオしに上昇する。だが同時に心の一部はちょっと引いていた。<laughs> <laughs> あのサエリーがあの純粋そうで可愛い後輩のサエリーがって感じかいや、あの、 いきなり子供はおかしいだろう好きな人との子供が欲しいと思うのはそんなに変なことですかいや別に変なことはないんだけどさ付き合ってもない段階で子供欲しいって思うの不思議じゃない <laughs> 一目惚れって言うけどさそんなん一種のまやかしだと俺は思っているのよ本当にその人が好きかって言われたらたまたまその時脳の錯覚が起きただけかもしんないじゃんその段階で子供欲しいっていきなり思わないでしょその気持ちは俺も否定しない俺だってまあ うん。でも、順序をすっ飛ばしすぎだろ。三国さんって、こういうことに慣れてるの <laughs> 確かにそう思うのが普通だよね。でも一応順序すっ飛ばしてはないんだよね。最初に付き合ってほしいって、一段階目のお願いをしてきてるわけだから。でも一段階ダメだから、なぜか二段階目に飛ぶという <laughs>。普通0.5段階目とかに落ちるのよ、お願いは。一段階目が無理だったら。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ